にちは。ゴルフ初めまして、今回もイオンモール厚田内にありますパレットゴルフアカデミーからお届けいたします。今回はアドレスを教えていただきますので、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。それでは今回もパレットゴルフアカデミーの鈴木プロに教えていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鈴木プロ、今日はアドレスということだったんですが、アドレスって一口に言うとどういうことなんですか？構え方です。これから最初に使うクラブは、だいたい7番アイアンというものを使います。はい。初心者の方はこの7番アイアンを使った方がいいです。なぜなら7番アイアンというのは14本というクラブの中で一番真ん中のクラブで、これを練習しておくとどのクラブも打ちやすくなると言われているので、7番アイアンからやってもらえるといいと思います。ではまず足を肩幅ぐらいに開きます。で、前傾はだいたい足の付け根から30度ぐらい曲げてもらいます。で、その状態で手をダラーンとしてもらいます。はい。で、ダラーンとしたところで手を合わせてもらって、そこでクラブを握ります。で、手の位置なんですが、左目の下に置くようにしてください。ボールの位置は自分のセンターに、真ん中に置くようにしてください。で、この時の体重配分なんですが、自分の母子球に一番体重がかかるようにしてください。で、左右は均等の体重配分でお願いします。では、今度は教えてもらったことを参考にやってみたいと思います。まず肩幅ぐらいに開いて、で、こうやって少し前傾をして、で、フェース面を合わせて、で、しっかりグリップを持って、こんな感じで、はい、いいですかね。今膝が伸びてしまっているんですが、軽く膝を曲げるようにしましょう。そちらで OK です。一人でやるときに、こういったポイントを気をつけながらやるといいっていう進め方ってありますか？はい、じゃあ1個ずつ教えていきますね。はい、ではまず足の幅からやっていきましょうか。はい、足の幅は先ほど肩幅ぐらいと言いました。このぐらいですね。はい、これ分からない人がいるかもしれないので、だいたいその足の間にだいたい自分の靴が2足ぐらい、2足約2足ぐらい、だいたい入るぐらいにしてもらえれば、だいたい肩幅になるので、はい、はい、おお、そういうことなんですね。それを目安にしてもらえるといいと思います。はい、はい、では次、前傾の取り方なんですが、はい、この腰のところにクラブを当ててもらって、はい、お尻を突き出すように前傾をしてもらえるとやりやすいと思います。なんか普通にこうやってこう下げるんじゃなくて、ここに当てて、こっから、はい、お尻を突き出すように、こっからこんな感じでいいんですか？そうですね。はい、はい、その時に背筋が曲がらないように注意してください。これで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、はい、なんか結構しんどいですね。はい、でその次は手をだらんとしたところで、最初にやったフェース面の向きと、2回目にやったグリップをしっかり握ってもらいます。はい、で、さっき教えていただいた膝は少し曲げていいんですね？そうですね、はい、膝を少し曲げましょう。こんなぐらいに、はい、お尻が落ちるように膝を曲げないように注意してください。あ、こうするとダメなんですね。そうですね。だってお尻はちょっと突き出すぐらいの。そうですね。こんな感じで。そのままの状態で膝を曲げてください。これで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。で、上半身が、背筋がまっすぐ。はい、背筋まっすぐ。これでいいでしょうか？はい。はい。はい、で、ボールはだいたい自分の真ん中に常に置くようにしてください。はい。じゃあこれが7番での正しいアドレスということになるんでしょうか？はい。じゃあ続いて、はい、こういったのが悪い例っていうのを教えてもらっていいですか？はい、わかりました。じゃあ皆さんがよく間違いやすいところを説明しますね。はい、はい、まず構えるときに前傾の仕方が上半身を曲げてしまう。これ頭が下がってるとダメ。そうですね。しっかり胸を張ってっていうことが綺麗な。そうですね。はい、胸を張りすぎて力も入るのもダメなんですけども、
ある程度しっかりまっすぐっていう姿勢を保っていただかないと、はい、ちゃんとボールを捉えることができなくなってしまうので、はい、必ず背筋はある程度伸ばした状態で構えるようにしてください、はい、ではもう一つが足の幅がどんどん大きくなってしまう人、はい、これをしてしまうとボールがすごい打ちにくくなってしまいます。なので必ず7番アイアンの時は肩幅にしましょう。これは7番アイアンだから肩幅で、クラブが変わると足の広さも変わってくるということですか？そうですね、はいはい、とりあえず7番アイアンで覚えましょう、はいはい、もう一つはボールの位置が極端にどちらかにずれてしまうことですね。これもちゃんとボール下ボール位置に置いとかないとボールがしっかり捉えれなくなってしまうので、必ずさっきほど言った大体でいいんですけど真ん中に置くようにしてください。もう一つが構えるときに結構大半の人がなりやすいのが、体重をかけたときに体重の配分が後ろにかかりやすい人が多いです。必ず最初に言った五子球、この辺りに体重が乗るように構えてほしいです。もう一つがこうやって構えているときに、最初に言った手をだらんとしたところで握ればいいんですが、結構多くの人が手を上げてしまう人が多いです。これをしてしまうとボールが捉えれなくなってしまうので、必ず先ほど言っただらんとしたところでクラブが持てるようにしてください。でもう一つがこの構えた時に足のラインは目標に向かって平行になるんですが、肩のラインだけがこう反対違う方向を向いてしまう人が多いです。必ず足と肩のラインを同じ方向を向けるように気をつけながら構えましょう。なんか悪い例いろいろ教えていただいたんですけれども、はい、知らないとすごくやりがちですよね。ほとんどの人がやっていると思います、今回もすごくためになるお話をありがとうございました、はい、じゃあ次回は何を？次回からはボールを打つことを始めます、はい、で最初は大きなスイングっていうよりは小さなスイングから覚えていく方が効率がいいので、はい、ハーフスイングを教えたいと思います、はい、じゃあ次回からはいよいよボールが打てるわけですね。はい、はい、じゃあ次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。